はい、なんか老害の人たちがいろいろごちゃごちゃ言い出しているなって思ってるんですけどね、うん、まあ1人目というか、まあ2人いるんですけど、1人目、はい、まあ 2F ね、 2F 中国行ったらしいね。お前外交権限ねえのにまだ生きてる、生きてんのがこの野郎って内心思っちゃってますね。はいね、うん、2F さんこう行ってこうパンダをとか言ってるらしいんですけど、誰が喜ぶねんね。あ、ちなみに私パンダ見たことないです、リアルには興味ないんでね、うん、あ、もちろん剥製とかはあるよ、うん、だいたいさ、上野でさ、パンダいなくてもさ、何事もなかったじゃん、ぶっちゃけね、いなくてもあのパンダのモニュメント相変わらずだしさ、近くのサンリオのショップはさ、相変わらずハローキティはさ、あのパンダの着ぐるみ着てるしさ、関係なかったじゃんね、うん、だいたいね、金払ってまで展示してどうすんだって話よ、うん、それだったら日本国内にいる希少な動物をさ展示しろって、何のための上野動物園よと思う私でござるな、うん、本当にそう思う。でやっぱさ、中国としてもさ、日本に貸しときゃ金をしこたま払ってくれんだろグヒヒっていうさ思い出があるんだろきっと、取りっぱぐれないしね、うん、年間1いくらだっけ、1億だっけ、そんぐらいだったよね、うん、あのね、たかが白黒のクマちゃんにさね、繁殖能力もだだ低いさ、生存能力ね、生き残る能力だだ低いさね、白黒クマちゃんにそんなバカみて金払ってんじゃねえよって思うよね、うん、はい、と思います。でそれをさ、はい、あのせこう戦略商材にしてる中国もどうかと思うよ本当に。まあ日本が なぜかそれを好きになっちゃってるのもどうかと思うし、で大体さ、もう一回来たとしてもさ、最初に来た時の熱気はもう起きないぜ、うん、絶対起きないぜ。だってもうみんな慣れちゃってるもん。だし、あの当時は動物園のね、数がそもそも少なかったし、それ希少動物が来たらみんなびっくりするさ。で今となってはさ、そこら中に希少動物がうようよしてるんだぜ。展示方法まで工夫されまくってんだぞ。その中でさ、ね、たかがパンダ1頭2頭が来たとこれどうなるって話よ、と、個人的に思います。まあ、好きな人は喜ぶのかもしれないけど、あの、来た時、最初に来た時みたいにさ、国民全体が熱狂するみたいなことはないよね。って思いますね。はい、にかいちゃん、本当にそれでさ、中国がさ、少しは新日になったんだよって言えるのか、いないよな、なあなあ、お前何しに中国行ってんだ、それを外交成果と言えるのかって、お前に外交権はないと、いい加減に知れやな、クソニエフと思う私でございます。あんまり誹謗中傷が怒られるのでご覧にしておきましょうね。はい、ありがとうございます。